日野郡日南町の旧日野上小学校。深まりゆく秋、私たちを楽しませてくれるのが旧日野上小学校にあるこちらの大イチョウです。樹齢およそ100年の大イチョウは2009年に閉校した小学校のシンボルでした。変わらないシンボルとしてずっとあり続けるものなので、地元を離れられた人もやっぱりこの木があるっていうことで年に1回は例えば帰ってこられるとか。長年にわたって地元の人に愛され続けるイチョウの木、来月中旬に一番の見ごろを迎えるということですが、足立さんにはイチョウを見るおすすめの時間帯があるそうで。今これから時間が3時ぐらいになると、西にちょっと太陽が傾いてくると、本当に逆光の位置から見ると本当に黄金色に輝くんですよね。木全体が真っ黄色に見える、あの時間がやっぱり一番見てほしい時間でもありますね。来月15日には地元アーティストのライブなどが行われるイベントも開催されます。そんな日南町でいただけるグルメは、山や田んぼに囲まれたこの場所でいただけるのが、あちら旗が見えてますか？そう、イタリアンです。旧日野上小学校から車でおよそ15分のところにあるアメダス茶屋。近くに気象庁のアメダス観測所があることからこの名が付けられています。店のおすすめは日替わりのアメダスランチ。前菜、メイン料理にデザートがセットになっています。この日のメインは豚ロースの網焼き。しっとりと焼き上げている豚肉で、すごく香ばしい香りがして美味しいですね。醤油ベースのソースなんだそうですけど、本格的でお昼からしっかりと食べられる感じです。通常でしたらね、パンをお付けしてお出しするようにしてるんですけど、なんせここ米産地なんですよ。イタリアンというよりもちょっと創作的なご飯に合うようなお料理をっていうことを心がけています。実は坪倉さんは米子市で20年以上にわたってイタリアンのシェフをしていました。一体なぜこの場所に出店したのでしょうか？こっち出身なんで、親のこともありましたので帰ってこなきゃいけないということから、こちらの方で生かせるような形でやりたいなということもあって、食材がとってもいいんですよ。あんまり加工みたいなことはしないですね。どちらかといえば塩でうまみを出すみたいな形で、できるだけその野菜本来のうまみとか。坪倉シェフが惚れ込んだ日南産の食材。この日のパスタランチにはパプリカとピーマンを掛け合わせた日南産のアマピーが使われていました。今ちょうどこういう時期なんで、結構こういう業界的には厳しい状況なんですけども、食べることに対してね、あんまり億劫になられずに自然と食っていうものを、うまく結べたらなっていうのは。色づく秋の風景を楽しみながら日南町に出かけてみてはいかがでしょうか。